日本語の種こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。雪は好きですかフロリダに住んでいるので、私の周りの人たちは雪が大好きです。わざわざ雪を見たいと 北の州に旅行に出かけて雪の写真を撮ったりしています。雪はきれいですからね。気持ちはわかります。私は雪は大嫌いです。なぜなら雪国で育ったからです。私の出身地は福井県福井市です。 冬になると雪が降ります。寒いというのはとてもつらいことです。雪が降っても学校へ行きます。歩いて30分ほどで小学校へ着きますが、その間、足は冷たくなって足の先、指先はしびれて感覚がなくなります。 手は手袋をしていても冷たくなって霜焼けができます。赤切れができて手を洗う時などは染みて痛いです。大人になって雪道を運転するととても危ないです。特に雪が積もってそれが凍ると。 スリップして事故が増えます私も運転中にハンドルが効かなくなってスーッと隣の車に近づいていってしまって危うくぶつかりそうになったことがありますブレーキをかけても効きません雪道の運転はすごく危ないんです 大雪になって屋根に雪が積もりすぎると屋根に登って雪下ろしをしなくてはいけません。これも危ないです。命がけです。家の周りも雪かきしないと歩けません。いいことは何もないです。それでも確かに静かに。 空から降ってくる雪はきれいです。雪がしんしんと降り積もる夜はとても静かで神聖な気分になります。雪は暖かい家の中から眺めているのが最高です。暖かいフロリダからコンピューターやテレビ画面できれいだなと見て楽しむ。これが 私にとっては一番良い雪なのですが、雪をほとんど見たことのない私の子供たちには分かってもらえません。残念です。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www. ザジャパニーズページドットコムスラッシュ誠を見てください。それでは、また日本語の種でした。